マー、チェルシー移籍の真相をついに語る。コールパーマーは GQ にこう語った。チェルシーに行くつもりもなかった。説得されたんだ。水曜日の午後に式でトレーニングをしていたのを覚えている。ニュースでは移籍金で合意しようとしていると報じられていた。ボールが外に出るたびに、私はキットマンに移籍金の合意はまだかと尋ねていた。どういうことだったのか。そもそもチェルシーに移籍する予定じゃなかったんか。移籍ってこんな感じで決まるんや。ボール出るたびに聞いてるのおもろすぎる。そりゃ気になるよな。マクレス移籍後の公式戦2試合で連続ゴールを決めたパーマーを見て、今シーズンはパーマー大躍進のシーズンになるかも。マクレスの後継者はパーマーだと思ってた時期もあったな。移籍決まった時は本当に悲しかった。タイミングもあるよな。今年だったら残ってるかもしれないし、でもパーマーがここまで羽ばたくことはなかったと思う。でもあそこまで活躍されると悔しいよね。移籍ってマジで運やな。